ご使用方法。中キャップを外します。筒の中に茶葉を入れます。中キャップを閉じます。上キャップを取り付けます。ハンドルを時計回りに回転させます。しばらく回したら上キャップを取ります。本体の筒を反時計回りに回し取り外します。容器にはお茶の粉末ができています。粉末をお茶碗に入れてお湯を注いでください。美味しいお茶の出来上がりです。